お疲れ様です。ラットです。そしてどうですか、じゃあ、キュウキュです。あ、そうそうそう。あ、そうそうそう。珍しくまともな挨拶。いやいや、そう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 。調子乗るから、ちゃんとしないとなと思ったんですよ。挨拶変えました。いや、変えてない、変えてない。いらないですか。これだよ、だから、ニョッキッキ、キュウキュウですって。いいわ。いいわ。というわけで、今日ですけど。はい。なんか怪しいんだよ。いや、何をしようかなって、すごい考えたんですよね。はいはいはい。いや、怪しいのよ、だから。なんか、今日何撮るんですかって言ったら、いや、内緒っす。っていう。決まってない時は、今、ラットさん決まってない感じで電話してたけど、決まってない時は、いやー、ちょっと何撮るんでしょう、待ってくださいね、みたいな感じなのに、内緒っすって言ってたんで、怪しい。いや、僕の中で2つあったんですよね、撮ろうと思ったのが。あ、そうなんですか。どっちにしようかなーを考えて、はい、なんすどうします、なんすか。いや、知らん、知らん、知らん。だって2つが知らないもんだ。やっぱサプライズ系がちょっとね、こういいかなと、まあ、思ったんでね。なんすか、なんすか、なんすか。いきなり殴るドッキリですか。ナイフ、ナイフあるか。違います、ナイフ違いますよ。うん、じゃあ今日ですね、はい、BO3 で負けた方が、はい、財布の中身公開というわけでやっていきましょう。どういうことよ。ちょっと、まあ、急なんですけどね。財布の中身公開？はい、行きましょうか。あ、いいですよ。いや、別に多分大したも入ってないかも。いいっすけど、はい、俺別になんかそのびっくりするような財布持ってないし、俺。あ、財布がすごいとかもあるかもしれないんで。まあ確かにね。いや、はい、まあそれででも普通っすよ。別になんかいいじゃないですか。そんなゴブリンの T シャツ着てちょっと気合入ってるじゃないですか。いや、気合入ってますよ、入ってます、入ってますよ。負けたらなんかそのね、はい、あ、わかりました、わかりました、わかりました。まあ確かに私生活がね、こう出るっていうのは面白かったりしますから。これすごい入ってますからね。いや、なんすか。いや、待って、そのさ、はい、そのさ、なんかさ、この動画の面白さって基本はその財布の中身あって、はい、30万入ってんすかみたいな面白さじゃん、はい、でタイトルそういう時って「記憶財布が」みたいな、でなんかもう諭吉めっちゃうずやーってあるみたいな。だけど本当に面白くないですよ、僕の。本当に。いや、ゴブリンさんならいきます。いや、何がやし。何がやし、よくわかんないけど、まあやりますか、じゃあ一旦ね。ハンデいります？いらないっすよね。いや、いらないっすよ。いらないっすよね。いや、いらないっすよ、別に。はい。いらないっすよ。いきましょう。はい、いきますか。お願いします。ゆるいな、この動画。いや、ちょっといきます、ポン。ゆるさ大事めでね。いや、あ、でも確かにさっきゆるいとは聞いてました。はい、はい、その2本目は緩くいきましょうみたいな感じはおし、はい、ね、おっしゃってたんで、よろしくいきます。あの、なんで今日、はい、ゴブリン T シャツ着てるんですか。ゴブリン T シャツ、いや、なんかそういただいたんですよ、これ。いつも着てないのにと思って。そうそう、いただいたんですよ、普通に。気合入ってますね。よろしく。だから俺動けないんですって、だからこのデッキは。いや、僕も動きたくないんですよね。なんでできればちょっと。まあでもそのまあ YouTuber としては動けないデッキを使うなって話なんですけど、これがガチのデッキなんですよ。ちょっとガチのデッキ、マジで。ゴブリンさんから動いてほしいですね。ゴブリン T シャツのゴブリンさんから。いやいや、じゃあプロから動いてくださいよ。じゃあわかんないですけど、そのじゃあ、おー、なるほど。いや、これ美味しいっすよ。あー、なるほど。これあれっすね、ラットさんがたまに使うあのスケラっすね。ラットさん最近スケラ結構使うんすよ。違いますね。いや、絶対これスケラ。これ絶対スケラ。これはこれ何ですか。ゴブスパスか。ゴブスパスか。いや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 、まあもうもうね、これ強いですよね。言えないですよ、さすがに。いや、これきついんすよね。はいはい。しかもヒーラーか。ちょっといいマスケットっすね。ありがとうございます。はいはいはい。あれ、ちょっと先生、ちょっと、あ、エレちゃんか。甘いっすね。いや、まあまあまあ、そんなでしょ。まあまあまあ、お互いイーブンというか、イブイブですよね、イブイブ。これスケルトン出すんですよね、スケルトン。スケルトン出すんですよね。あれ、読みザップでも来るんですか。えいおお、やっぱ言うて入ったっすけどね。それで言うと。まあ、キングキドはでかいんでね。いや、確かに確かに確かに。それで言うと結構入ってますけど。ふうふう。まあ勝てそうですね。することないんですよ、これマジで。これ、はねはねさんここで出すと怒られるんで。最近めっちゃ動画中にはねはねさん出ますね。いや、そう。いや、マジで、はねはねさん、めっちゃ教えてくれるんですよ、マジで。あの人、ただのやさおっす。カイジとかやってますけど、ただのやさおっす。はい。
いやーこれスケラなんだよな。痛い痛い、うわっ。あ、違う違う、お前、なんで、違う違う違う、待って、事故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 。じゃ集中します。はい、いやでもいやこれ勝ちましたね。どうすか、勝てそうすか。いやまあダメージ取ってるっすけど、スケラが嫌だな。なんすかそれ。なんすかって、なんすか、なんすかそのデッキ。めっちゃで、これ取るんです、出すんですよね。知ってます知ってます。はいはいはい、もう見てます見てます。ちょっと、え、ちょっとうまいの嫌なんですけど。ありがとうございます。 OK。 あー、お前石にぶつかりに行くなよスパーキー。ふー、なんすかこの防衛。いや僕結構いい防衛してるはずなんですけど、ちょっとあれっすよマジで。集中します。防衛が結構うまいっすよゴブリンさん。あ、うわー、それそれ聞いてない。やばいやばい、さっきからちょっと良くないですよね、いろいろと。まあ、負けないっすけどね、ちょっと良くないです。失礼します。ダメ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 。え、あ、あれ、ダメダメ。え、なんすか。いや僕はちょっとびっくりしてるんです、負けそうで。いいじゃないですか。そんな日があっても。ジャイスパやめたんすか。なんでコブスパにしたんすか。いや今これ、あ、来た。これがね、仕上がり申し上げてるわけですよ。フリーズっすか、フリーズっすか。ちょっとやばいんですよね、ただただシンプルに負けそうで、負けそうで刺さすか。初めて聞いたっす。いやでも、こっからっすかね。やばいな、ここめっちゃ畳みかけてきそう。なんなんすかそのデッキは。来た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 、出たよ出たよ出たよ。あのちょっと上手いの嫌なんですけど、本当に。ありがとうございます。結構上手くなってるんですよね。ありがとうございます。あ、でもあ、そう、エレキが多分優秀。いけ、君ならいける。なんでやし。お疲れ様でした。まあ、そんな感じっすね。まだ分からん、まだ分からん。まだ分からんよ。いけそうっすか。そんな感じっすね、じゃないですか。あ、なんすか、そのデッキ。ありがとうございました。タイヤリーゴブリンです。タイヤリーです。知らないです、知らないです、知らないです。なんすか、そのデッキは。ちょっと、僕がな、同じデッキ使ってんかいけないですよ。そうなんですよね。変えましょう。あのデッキ使いますよ。いや、例のデッキ、ね、最強デッキがあるんですよ。あのエリゴレペッカ、エリゴレペッカスパーキーロケット方式、なんかそうなんです、みなしみたいな、ちょっとうざっちいデッキがあるんですよね。いや、わかりました。じゃあ、いいんすか、じゃあいろんなデッキ使っていいんすか。いや、全然いいっすよ。まあ、勝ちますけどね。どうしよっかな。いや、でもな、することないっすね。やば、早っ。やりますね。やばの雨。KK バレルじゃないですか。あ、僕デッキちょっといっぱいあるんでね。KK スタートっすよ、これが。そう、ちょっと。やっぱ、することねえなっつって。フェイクっすね。最近どうですか、調子は。ゴブリンさんの。調子は。調子はどうですか。調子、調子はどうですか。調子は、まあなんかあの忙しく動いてますよ、いろいろ。さすがっすね。忙しいんすか。なんかね、なんかわかんないですけど、なんか一人じゃ足りないっすね。なんかもう体三つないっていうのはちょっと無理っすね。一人じゃ足りないはちょっとやばいっすね。ちょっと待って、うわー出た、マジアチャなんですよね。いやでも僕もヤサメあるじゃないですか。ヤサメあるんですけど、よし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 、いや入るよ。オッケーオッケー、打つ、こいつ打つ、こいつ打つ、テンキュー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 。まあまあ一発っすね、一発っすね。いやこの一発でかいっすよ。ふー、僕的にはパンケーキ。まあこっから勝ちますけど、パンケーキはははしてきますね。ちょっとやばいっす、いつも負けそうになるんですよね。ありがとうございます。だ、そのマジアチャっすね、確かに。あ、マジ、いや、ちょっとやばいかも。はぁ、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。ちょっとやばいかも。あ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、本当に嫌なんですよ。マジアチャ、マジアチャ、マジアチャ。で、ここで、まあ、受け、タワーで受ける、タワーで受ける、タワーで払う、タワーで払う。
からのあれですね、ゴブジャイ、ジョイじゃないですか。そうなんです、実は。いやーこれやだな。いやふー、いいザッパーですが、これあるのか。いやねえな、やべえ、うわこれちょっとやられた。やめてくださいって。ありがとうございます。いやうまそれ、それうま、射抜きますね。ちょっと勝ちたい、勝ちたい。いや僕も勝ちたいです。あ、やば、ちょっと待って、集中してます、集中します。これダメだな。ありがとうございます。いや終わったわ。いや何もできねえ。いやーすることねえ。まあそうですね。ありがとうございました、お疲れ様でした。いやマジで何なんすかね。どうでした、ラットさんね。マジでゴブリンさん的どうでした。良かったですか。うまいですし、僕のトロッタリーマジで出てこないっすね、なんか。そうよく言いますね、さっき。いやマジで。いやだから、いや本当に僕のトロッタリーだと、あこれ、いや別にそんな大したことないだろうっていうプレーがラットさんがやるとなんか届かないっすよ。ありがとうございます。なんかあのさっきのメガゴのスケ、メガゴスケとマジアチャでやられるやつ、 あれ僕のトロッタリーだったらプチプチいけるんですよ。スケルトンあそこ出てくるんだっていう延命施設、さすがっすね。いいゲームだなクラロワ。というわけで、はい、じゃあ謎の財布公開するんすか。しないいるしないっすけどね。え、しないの。本日の企画なんだよ、当ててみてください。当てますよ。何でも確かにゴブリンちゃんってめっちゃ言ってきたんですよ。おなんか、服について触れてきたんですよ、今日。だっていつもと違うんですよ。まあ、まあ、確かに。でも初めてって言ってた。初めて、そう、昨日いただいて。え？ゴブリンちゃんっていう。弱っ！格めっちゃ弱いよ、それ。正解です。ゴブリンと呼ぶですね。キヨキヨさんゴブリンって呼び続けたらどんな反応するのかなんですけど、言わない。言わない。その企画ほぼ変わんなかったっすね。なんか違和感何もなしの普通でしたね。はい、ということで財布一応見せときます。これ財布見ます。財布わかんないけど財布見せましょうよ。念のため、念のため、いらないっすけどね。いやいや、そういうこと言うなし。保険証だ、保険証とお金だけっすね。保険、いや保険証と学生証は一応抜きました。で、これなんですよ。これちょっと消えかかっちゃってるの。3年ぐらい使ってんのかな。サンローランのね、あのマネークリップ型の財布なんですけど、超興味ないじゃない。全然知らないっすよ。全然知らないっすよ。だからこういうちょっとおしゃれなやつですね。めっちゃ興味ないじゃないですか。だってめっちゃ興味ないやん。まあクレジットカードが3枚ですね。まあ、結構海外旅行行くんで、そう海外用じゃ一応か、うん、一応その1万8000円入ってますね。なんともこう言えない。めっちゃ反応少ないし超興味なさそうだし、なんなんすかマジで。はい、というゴブリンちゃん、ここはおまけですね。いやおまけだね、はい、おまけですわ。はい、ということで、いつも通りのキョウキョウさんでした。概要欄にね貼っておきます、キョウキョウさんリンク。そっちからもねこの動画撮ったのでぜひたくさん撮ってください。では、はい、ありがとうございます。バイバイ。ゆるいですね。でもこれがいいですね。これ YouTuber あるある。お疲れ様でした。お疲れ様です。